俺だって精一杯精一杯やった結果側の惨敗か。お前らさ、もう敵同士じゃないと分かってる。チームメイトだって自覚しなさい。勝負しろよ俺と。おい大地さんの話の途中だろ。今日はこれをもう去年までの俺とは違う。去年とは違うか。俺だって去年とは違うぞ。おいこらお前どこ行くの。ほらほら君たち勝手なことはやめなさいね。食べてよ全部取ってやる。ほらダメだ。飲んでんだろお前。いいじゃん。いいじゃん。ジャンプサーブ。おい反応早い。ならなきゃいけない。はい。中学の時にネットを挟んだ敵同士だったとしても今はネットのこっち側同士だってことを自覚しなさいって言ってんのね。どんなに優秀な選手だろうが、一生懸命でやる気のある新入生だろうが、入部早々仲間割れするようなやつらはいらない。互いがチームメイトだって自覚するまで部活には一切参加させない。いや、ちょっと待って。おい、こんなことしている時間はない。さっさと入れてもらうぞ。でも、何をどうすんだよ。俺たち2人で2対2の勝負挑んで。やめろ。負けたらどうすんだよ、お前。負けねえよ、俺がいる。マジかこいつ。スカ。キャプテン。勝負させてください。あ、俺たちと先輩たちとで。せーの。ちゃんと協力して戦えるって証明します。おい、今反対もう。せーのって聞こえたんだけど。あ、でも俺こういうやつは嫌いじゃないっすよ。負けたら。負けたらどんなペナルティーでも受けます。はい。ちょうどいい。お前らの他に2人1年が入る予定なんだ。そいつらと3対3をやってもらおうか。え、あ、3対3ですか。あ、あの俺たち側のもう1人は田中、お前日向たちの方へ入ってくれ。俺っすか。なんで俺が来んな。問題児を牛耳れんのは田中くらいだと思ったんだけどな。しょうがねえな。やってやるよ。おい、うるしいか。おい、田中先輩って呼んでるよ。お前田中先輩。ああ、お前もちゃんと呼べ。おお、受け乗れてる。で、お前らが負けた時のペナルティーだけど、ペナルティー少なくとも俺たち3年がいる間影山にセッターをやらせない。はあ、え、あ、それだけですか。お前どうした。別に入部を認めないと言ってるわけじゃないです。お前なら他のポジション。俺はセッターです。勝てばいいだろう。試合は3日後、土曜の午前。いいな。おい、ほらお前も。はい、あっ、行くぞ。おい、来い。オッケー。やったー。ナイス。影山、俺もスパイク打ちたい。俺にもトスあげてくれよ。嫌だ。なんだよ、ケチか。レシーブあってのトスと攻撃だ。レシーブがグズグズのくせに偉そうに言うな。俺が満足にレシーブできるようになったら俺にもトスあげんのか。勝ちに必要なやつになら誰にだってトスをあげる。おい、じゃあ俺。でも今のお前が勝ちに必要だとは思わない。それから日向の特訓が始まる。おい、1本目だろ。もう1本。もう一回。
限界だろ。もうかばくないで。まだボール落としてない。しまった、つい無茶なボールを。日向にも運動能力とは別に勝利にしがみつく力がある気がする。イルリボ上がった。鍵山がトスを上げた。でも日向にスパイクを打つ気力なんて。笑顔状態から打ち上がった。しかもあんな嬉しそうに。センターからのトスが上がるっていう、はい、俺たちにはごく普通のことだ。平田にとっては特別なことなんだろうな。おい土曜日勝つぞ。おお当たり前。うわ